皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルはカルダの創設者ピップルとの潜在的な提携をほのめかすです。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏はピップルとの潜在的な提携を示唆し、暗号通貨コミュニティ全体に興奮を巻き起こしています。ホスキンソン氏は X への最近の投稿でリップルの CEO であるブラッド・ガーリングハウス氏を称賛し、同氏を素晴らしい CEO と呼び、両者のやり取りを極めて協力的と評しました。この公開のやり取りはカルダノとリップルが戦略的提携を模索するかもしれないという憶測を呼んでいます。カルダノ創設者はリップル CEO と提携するのか。チャールズ・ホスキンソン氏の最近のコメントは暗号通貨業界における協力を求める声の高まりと一致しています。ブラッド・ガーリングハウス氏も自身の投稿でこの意見に同調し、暗号通貨コミュニティに平等な競争の場と規制の明確化を訴えるために団結するよう促しました。同氏は全ての暗号通貨と企業にとって公正な環境を育むために明確なルールの必要性を強調しました。潮が満ちれば全ての船が浮かぶとガーリングハウス氏は書き、統一された暗号通貨業界がエコシステム全体に利益をもたらす可能性があることを示唆しました。この団結のメッセージは規制圧力と市場の課題が暗号通貨業界に影響を及ぼし続けている時期に発信されました。特にリップルは SEC との長期にわたる法廷闘争に巻き込まれており、この訴訟は業界にとって重要な前例となる可能性があると多くの人が考えています。ホスキンソン氏の指示とガーリングハウス氏の協力要請により、リップルとカルダノの潜在的な提携は両者の市場での立場を強化し、規制改革の取り組みを支援することを目指すかもしれません。いかがでしょうか。両 CEO は協力団結を呼びかけています。暗号通貨企業もコミュニティも一丸となって業界の発展に向けて協力することで、新規のユーザーが増え、おのおのの通貨の価値が上がっていくのではないでしょうか。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。